はい、こんにちはレトスの小野です6月8日の3問に入る前にご連絡差し上げます短期集中実力アップ講座の値上げまであと2日となりました試験まで残り4ヶ月ちょっとなので、まあ、これからはねどれだけ効率的に勉強ができるかこれが合否の分かれ目になっていきます これまではまだ時間があったので、まあ、多少非効率な勉強をしていても大丈夫だったんですがこれから非効率な勉強をしてしまったら、えー、今年の試験落ちてしまいますもし一度以上達見に落ちて同じ勉強のやり方をしている方この方は要注意です非効率な勉強をして去年落ちたんですから今年合格するためには勉強法を大きく変える必要があるんですねそして短期集中実力アップ講座では勉強法を大幅に変えていただいて合格に導きます 毎年この試験4ヶ月前から法律式ゼロの方でも合格に導いてきた実績があります今から逆転合格をして一緒に喜びましょう短期集中実用カップ講座の概要についてはこの動画の下の概要欄に URL を載せておきますのでそちらからご確認くださいそれではまず3問に入っていきます権利に関する登記の申請をするときは 申請人またはその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくても良いので、郵送により登記申請をすることができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。登記の申請方法っていうのは、登記所、ま、登記所っていうのはまあ法務局なんですけども、 この登記所に足を運ばなくても郵送やオンラインで申請することができます。よって答えは丸になるということですね。もちろん添付書類も合わせて送る必要はあります。そして登記事項証明書、いわゆる投本と呼ばれるものは、えー、不動産の所在地だったりとか、地籍などの物理的な内容、えー、また不動産に付着している、まあ、ついている権利、抵当権とかそういったものですね。そういった内容を一般に知ってもらうためのものなので、誰でも請求できます。 この点も合わせて頭に入れておきましょう。で、問いにですね、法人の役員のうちに、業務上過失致死傷等の罪により、3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる、マルか罰かという問題です。これ、罰ですね、法人の役員や政令使用人が結核要件に該当する刑罰、例えば、 禁刑刑刑以上の刑だったりとか暴力や宅業法違反による罰金刑こういったものに処せられた場合っていうのは、役員も結核ですし、法人も結核と。今回の問題は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができないんですね。まあ、2人とも結核に当たります。で、そして執行猶予がついていた場合、どうなるかっていうと、執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、 本問は執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができると、こう書いてありますので、ね、この部分が誤りですね。執行猶予期間の満了までは待たないといけないですよね。まあこれ基本問題なんですけども、ボンビスするような問題なんですよ。で、ここでボンビスするようだと、合格できませんので、注意しましょう。で、問いですね。認可の広告のあった建築協定は、その広告のあった日、 以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても効力がある、○か×かという問題です。え答えは○ですね。建築協定の認可等の広告があった建築協定っていうのは、その広告のあった日の後ですね、において当該協定区域内の土地の所有者等になった者に対してもその効力が及びます。これどういうことかっていうと、 建築協定内の土地を購入しましまたとこれ建築協定をまあ締結した当時の所有者っていますよね。その人たちっていうのは建築協定の当事者なので、まあ、もちろんね、建築協定のルールを守る必要があるんですけども、その後建築協定区域内の所有者が誰か第三者に売りましたと、そしたらまあ買う人がいるわけですよね。で、この買った人っていうのは、建築協定にそもそも参加してなかった人なんですよね。 参加しなかったとしてもこの土地の購入者っていうのは建築協定のルールを守らなければいけませんよっていう内容です、まあ、具体例をね考えていただければすごく分かりやすい内容じゃないのかなと思いますで初めにもお伝えをした短期集中実用カップ講座値上げまであと2日となりました効率的な勉強ができれば今からでも間に合いますそして初めて勉強する方よりも1回以上落ちている方の方が勉強法ってよく考えた方がいいんですね 要するなぜかというと、一回以上落ちている方っていうのは、まあそれまで勉強している方なんですよね。で、その勉強の仕方で合格できなかったっていう、まあ、結果が出てるわけじゃないですか。で、そのこれまでやっていた勉強ってこれ習慣なんですよね。で、多くの方がその習慣の流れで同じ勉強をやるんですよ。そうするとまた同じように落ちてしまいます。 勉強量が増えても勉強の質が上がらないと一向に合格できないのが達見試験なんですねそこを分かっていない方って非常に多くて合格点マイナス1点マイナス2点の方この辺の方っていうのはあとちょっと勉強したら合格できるって勘違いしちゃうんですよ実際そうじゃないんですね頑張って勉強したとしても同じやり方だったら同じように合格点マイナス1点2点あたりで落ちちゃうんです そして2回ぐらいそのようにね、えー、同じように合格点マイナス1点2点ぐらいで落ちたときに初めて気づくんですよあこれ勉強の仕方変えないと合格点、えー、いけないなってそこで変えていただければいいけれども、まあ、それでもね変えない方っていらっしゃるんですよねそうなってくるとまた何回も何回も落ちてしまうということになりますのでその点は十分注意してくださいで短期集中実用カップ講座ではその勉強の仕方自体を変えていきますんである程度勉強している方であれば この短期集中実用カップ講座の勉強の仕方を行うこと、実践することによって飛躍的に実力を上げていただくことが可能なので、もし今年絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座をご検討ください。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますで。そこに短期講座ってどういった講座なのか動画ありますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきました。ありがとうございました。今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。